北川にとむ北川にとむは日本の俳優スタントマンである。本名は北川つとむジャパンアクションエンタープライズ所属。山口県下松市出身。特技は中国武術。夫人はバトルフィーバー J で中盤にコーミスアメリカのスーツアクトレスを演じた小野寺栄子。身長161センチメートルの小柄なスタントマン。 山口県桜ヶ丘高校時代は体操選手でインターハイの出場経験があり俊敏でアクロバティックな動きを得意としているウルトラマンになることを目指してスタントマンの道に進む高校の体操顧問が千葉新一の先輩であったことから顧問の紹介でジャパンアクションクラブに6期生として入門入門当時は小柄な体型であることからヒーロー役は無理と言われ 戦闘員や女性の吹き返す担当メインとしていた。スーツアクターとしてスーパー戦隊シリーズに参加し、大場賢治や春田純一の大役、後楽園遊園地でのショーを経て、超電子バイオマンのブルースリー役で本格的に持ち役を抱えて以降、多くのヒーローを演じてきた。高戦隊マスクマンで自身が担当したブルーマスクの変身前を演じた広田一世からは、 中国憲法の手ほどきを受けた。その後も中国憲法のトレーニングを続け、合成、戦隊大レンジャーでは、獅子レンジャーのスーツアクターとして、広田直伝の中国憲法を見せている。重剣戦隊劇レンジャーではそれを生かし、中国憲法指導として参加している。広田とは、世界忍者戦時代やにおいてそれぞれやり押し突破、看護師緑流役で共演を果たしている。 3D 対戦型格闘ゲームのモーションアクターの仕事でも中国憲法の経験が活かされたとゲーム関連のインタビューで明かしている。モスラ3キングギドラ来週ではキングギドラを演じそのアクションが評価されたことからゴジラ2000ミレニアム以降のゴジラを演じたほかゴジラファイナルウォーズではスーツアクションアドバイザーを兼務した。後年はゴジラ役のスーツアクターとして 中島春夫や薩摩健八郎らと共にアメリカのイベントに出演することが多い。1985年にバトルフィーバー J で共演した小野寺英子と結婚した。黄色のインナースーツを好んで着用するが、これは特技を活かしてブルース・リーのモノマネで CM に出演していた影響であるという。大場や春田の代役としての出演は当時両者の撮影時間の都合によるもの。 機械と野生の対照的な両者の動きで自分が出来上がったと語る。自身の持ち役の停止性の構えは、大場賢治のバトルケニアの影響を受けている。大戦隊、ゴーグルファイブの5人同時で飛び降りるブラックは北川が演じている。初めてヒーロー役のレギュラーを演じたのは、バトルフィーバー J のミスアメリカ役で、小牧理沙に代わりトランポリンなどのスタントを務めた。 北川が演じる場合は厚めのタイツを着用している。北川はそれまでも女優のスタンドインを務めたこともあるためヒロイン役を演じることに恥ずかしさは感じなかったがバトルケニアの代役も兼任していたためミスアメリカはあまり演じたくなかったと述べている。その後降板した小牧と交代した新人の小野寺栄子のアクションが上達していったため北川は ケニア役に専念するようになった。妻の小野寺英子とはバトルフィーバー J で共にミスアメリカを担当しているが、小野寺は結婚を意識するようになったのは電子戦隊電磁マンあたりからではないかと述べている。超電子バイオーマンでは初回のラストで人体を切ってしまい激しいアクションができなくなったため釣りのアクションが多くなったという。キングギドラ役での起用は 同作品の特技監督である鈴木健二が白秋型、キングギドラの走って飛び上がるアクションができる小柄なアクターを探していた際に若狭真一が北川がブルース・リーのモノマネで出演していた CM を見たことから出演依頼が来たとされる北川自身は記念になるからという軽い気持ちで引き受けたというゴジラシリーズでは戦隊シリーズではなかった ミニチュアセットの破壊シーンの撮影では失敗すると多くのスタッフに余計な苦労をさせてしまうため緊張のあまり腹が痛くなったというゴジラ2000ミレニアムではスーツ制作時に北側の型取りを行ったが石膏が徐々に固まることに閉所恐怖症のような恐怖を感じ二度とやりたくないと思ったことを実感している実際にスーツを試着した時も 呼吸ができず死ぬ思いであったという。指導側に立つようになった後も、手裏剣戦隊ニンニンジャーや、動物戦隊獣王ウウジャーなどで、人手が不足した時に戦闘員などを演じている。北側は、ワコードと仕事をするのは楽しいが、気を使わせているのは申し訳ないと述べている。テレビスペシャル。ありがとうございます。